リーンダー・アパイスはインドコルカタ出身の男子プロテニス選手。同じインドのマヘ・シュブパシと同じくダブルスを得意とする選手。四大大会でも男子ダブルス8勝、混合ダブルス10勝を挙げている。これまでに ATP ツアーでシングルス1勝、ダブルス55勝を挙げている。自己最高ランキングはシングルス73位、ダブルス1位。 身長177センチメートル、体重77キログラム、右利き。パエスの家族は、父親が、ホッケーインド代表選手として1972年ミュンヘン、五輪の銅メダルを獲得した経歴を持ち、母親は、バスケットボール選手であった。息子のリーンダーは17歳の時の1990年ウィンブルドン選手権、男子ジュニアシングルス部門で優勝し、 1991年にプロ入りした。1996年アトランタ五輪でパエスは男子シングルス準決勝でアメリカのアンドレアガシに敗れたが3位決定戦でブラジルのフェルナンド・メリジェニオ3から6、6から2、6から4の逆転で破って同メダルを獲得した。これはインドのスポーツ選手として1980年モスクワ五輪以来のメダル獲得であり、 個人競技でのメダルは1952年、ヘルシンキゴリン以来であった。パエスは1997年からマフェシュブパシと組んで男子テニスツアーで多数のダブルス優勝を記録し始める。1999年、パエストブパシはすべての四大大会男子ダブルスで決勝戦に勝ち残り、全仏オープンとウィンブルドン選手権で男子ダブルス連続優勝を達成した。 2000年シドニー五輪でパエスはインド代表として開会式の騎手を務めた。2001年3月26日、パエスとブパシは二人一緒にインドの最高名誉賞であるパドマシュリーを政府から授与された。2003年、パエスはダブルスに復帰したマルチナナブラチロアと混合ダブルスのペアを組み、全豪オープンとウィンブルドン選手権の混合ダブルスで優勝を飾った。 それから2006年にマルティンダムとペアを組んで全米オープン男子ダブルス初優勝を達成する。2008年から2010年までパエスはルーカス・ドローヒーと組んで大半のトーナメントに出場するようになる。パエスとドローヒーは2009年全仏オープンと全米オープン優勝により4大大会男子ダブルス年間2冠を獲得した。パスにとっては 全仏オープンは8年ぶり3度目、全米オープンは3年ぶり2度目の優勝となる。2010年はカーラブラックと組混合ダブルスで、全豪オープンとウィンブルドンに優勝した。2011年はパイスはブパシと組、2011年、全豪オープン男子ダブルスで準優勝した。2012年からはラデックス・テパネクと組、全豪オープン男子ダブルス決勝に2年連続で、 進出した。決勝では4連覇を狙った、ブライアン兄弟を7-6、6-2で破り初優勝した。4大大会男子ダブルス7勝目であり、キャリア男子、ダブルスグランドスラムを達成した。そして翌年の2013年、全米オープン男子ダブルスの準決勝で年間、グランドスラムがかかった、ブライアン兄弟を3から6、6から3、6から4で破り、決勝戦で、 アレクサンダーペア、ブルーノ・ソアレス組を6から1、6から3で下しペアとしては2度目のグランドスラム優勝を果たした。シングルスでのパイスは2002年以後はデビスカップのシングルス戦と地元インドのチェンナイオープンのみに出場を絞り、男子ツアー大会のシングルスにはほとんど出場していない。4大大会では1997年全米オープンで セドリック・ピオリーンと対戦した3回戦進出が最高成績である。2006年8月、パエスは国際テニス連盟からテニスに貢献した選手の賞を授与された。一緒に受賞した選手は総計13名で、その中にはジュジャケル・メツイ、クルト・ニール・セン、カム・キンナリ、ジー・ナガリソン、アンナ・スマシュノワ、バルバラ・シェットなどがいる。2015年2月、パエスは ダブルスに復帰したマルチナ・ヒンギスと混合ダブルスのペアを組み全合オープンで優勝した。これによりパエスは女子テニス界に名を残す二人のマルチナとグランドスラムを制したこととなった。2015年全米オープン混合ダブルスを制し、混合ダブルス30年ぶりとなる年間3冠を達成した。ありがとうございます。